三浦純の火星ホーク。こんにちは、三浦純です。はい、こんにちは、森田忠史です。ということで、今回ですね、13回目迎えました三浦純の火星フォーク。この番組はですね、三浦純が高校時代から制作しましたアルバム17枚に収録された400曲近くの楽曲を全作品解説入りで放送していこうという壮大な番組でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、13回で、はい、今回なんと7枚目のアルバム、はい、着々とね、はい、こなしてますよ。こなすって言い方も悪いけど。いやいいんですよ。はいはい。まあ、もうすぐしたら迎えるロック期っていうのがあるんですが、まあ、その前のもう、やっぱり、こう、最終爆弾が今回、備わってるわけですよ。きますか。はい。僕もう、このアルバムだけは、ほとんど聞くこともなく、己で聞いたこともなかった。なんでだろうっていうことが、今日やっと、わかります。なんで今まで聞かなかったのか、はいはい、で、はい、タイトルポカポカっていう、こう太陽がポカポカみたいな、あ、割とこう陽気なタイトルにもかかわらず、ね、うん、爆弾が仕掛けてあったってことですね。なんか TBS の昼の番組みたいな、ね、なんか連ドラみたいな、ね、そうですね。でポカポカジューンズバイブルって書いてあるとこがまたちょっと怖いんですけどね。ちょっとなんかね、前も未完成ゴルゴだから来た、はい、キリストの、キリスト教の、改宗ですね、僕、仏教からキリスト教に改宗して、はい、そこでキリスト教の中で思いっきり弾けてるっていうか、漢字だらけのタイトルから今度はカタカナとか、そうですね、アルファベットとか、またなんかね、まあ、新境地が見えるんではないかと思っておりますが、はい、ちょっと面白いと思いますわ、今回は、ね、よろしくお願いします、はい、でもですね、今回ですね、毎回ですね、この番組では、はい、パソコンの前のリスナーの方と同じ気分でですね、はい、この三浦作品に接していただこうということで、はい、ゲストをね、いつも呼んでいただきますね、はい、誰なんでしょうかね、今回のゲストをお招きしたいと思います、はい、ゲスト山田五郎さんです。あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。山崎拓かなと思いました。山田聞いたから今話題の人はと思ったんですけど、山田拓さん、ね、お忙しくて、お忙しくて、ね、いろいろ忙しいらしい、寝る時間がないらしいからね、山田くんは、うん、山子先生も寝る時間ないとよく言われますけどね、いつ寝てんのか全然わからないですね、山さんはね、いや、よく寝てるんですよ。最近もうちょっと気抜くとガクッとするんですね。寝てるんですけどね、うん、今この僕の前に、はい、このミロジュンセブンスアルバム「ポカポカ」はい、ジュンズバイブルの資料があるわけですよ、ポカポカっていうのはプカプカかもしれないですね。そうかもしれないですね。ニランセカンドのプカプカから来たかもしれないね。はい、でこの A 面が4曲しかないのがすごく気になるんだ。怖いでしょ。しかもこれ31分09秒、はいはい、あるにもかかわらず4曲しかないのがすごく怖いんだ。そうですね、怖いですよね。これかな。これじゃないですかね。今日のことじゃないですかね。今回のことじゃないですかね。怖いのは。爆弾が炸裂するんじゃないかと。はい。ということで、セブンスアルバム、ポカポカ、ジュンズバイブル。はいよ。これ、レコーディングデータがですね、1970年の10月、ね。あ、開いたね。開きました。あ、旅行行ってましたから、ほら。長い旅行やな。夏休みそんな長いことないのやな。旅行、この間ほら、未完成で終わって、旅行行くってんか。さらば京都って。さらば京都って行ったよ。行って、あ、このね、10月、2ヶ月空いてるわけですよね、珍しく。7月30日に前回は、ね、うん、そうですよね、8月9月とね、2ヶ月空いてますよね、うん、だからこの今回 A 面で明かされる、うん、なぜ1ヶ月ブランクがあったかってことが全て明かされる瞬間が来ましたね。あ、そうなんや、はい、じゃあこれは聞いてるのお楽しみに。そうですね、うん、多分そのあれほど毎月、はい、毎週のようにリリースしてた男が、はい、月刊三浦純が1ヶ月もうギターも手に取ることもできなかったぐらいな、はい、また病気、病気ではない、うん、心の病気。心の、はい、なるほど。なんかね、歌の中に出てくるんじゃないかと、うん、はい、楽しみにしていただきたい、はい、怖い気分がありますけど、ね、怖いね、はい、怖いね、怖いね、じゃあ、戦前恐々だよ。そうですね、じゃあ恒例のじゃあライナーの方を見ていただきたいと思います、はい、気だけが焦ってしまっているのです。なんかね、胸騒ぎを覚えますね、なんかね、もうあと5日ほどしたら中間テチトが始まるからです。まあ、テチト、あ、まあ、テチトぐらいはユーモア出てますね、うん、けれど僕はそんなこと全く無視してこうしてここにニューアルバムを完成しましたですと、はい、一つだけ誤りを入れなければなりません、うん、録音中知らんと高橋くんのあの美声を消してしまいました。すまん、
誰よ高橋君って分かんないですね。初登場だ、うん、ちなみにですね、はい、B 面の方で1曲ねないんですよ、消えちゃってるんですよ。そうなんですか。多分このことではない。それが高橋君、うん、高橋君なんですけどね、うん、ではこれから僕は A1 のテスト勉強でも追っ始めましょうかね、うん、一応テスト前なもんで、解説は私の両親により省きました。これ今回ね、毎一曲一曲の曲もないです。ないんだ。ないんですね。ないんだ。なるほどね。やっぱり何か心境の変化がなんか、ね、かなりあるんですよ。あるはい、はい、とにかく今日はポカポカ天気で気持ちも晴れ晴れと行きたいと思う次第。ではこれにて、よし、次回のアルバム発表予定10月の終わり頃、バイ、純三浦と。あ、もう次回のアルバム予告まで。あ、007の終わりみたいな。ですね。ね、次回の予告。しびれちょっと急の。でもこれ、変わってる。ちょっと違いますよね、いつもと。いつもの解説に比べて雑、はい、そうですよね、うん、もっと凝ってたもん、うん、今までイラスト入れてみたりさ、そのね、作業もう手につかないぐらいな事件がちょっと起こってしまったんですね、うん、ワクワクドキドキしてね、ワクワクドキドキだ、はい、さあ、じゃあ1曲目いってみたいと思います、はい、1曲目でございます、はい、おばあちゃんお元気でと。ああ。これはね、まあ、あの前作のアルバムから流れですわ、はいはい、あの僕の心の優しい部分、親戚の、うちの父方の方のおばあちゃんが、箕面っていう大阪の箕面に住んでて、たまにやってくるわけですよ。で僕一人っ子だと思うんで、とあの人があの家にいるのすごい好きだったんで、おばあちゃん帰らんといてなとかで言って、いろいろおばあちゃんとこうコンタクトを取ってたんですが、これ後におばあちゃんお亡くなりになりまして、おばあちゃんの誕生日の日にあげた、いじわるポンコっていう4コマ漫画集、はい、見ましたね我々、いじわるポンコっていう4コマをおばあちゃんに誕生日にあげたんですが、それがあのおばあちゃんの大切にしてた引き出しの中から出てきたっていう、で自分にまた戻ってきたっていう、あの切ない思い出があるんですけどね、はい、そんなおばあちゃんの思い出がいっぱい詰まった曲でございますね、はい、それでは聴いていただきたいと思います。三浦純でおばあちゃんお元気で。年に一度お盆の日に美濃より出てきやはるおばあちゃんよ、こんにちは。今日はお墓参りで、朝よから出ていかはった。おばあちゃんよ、こんにちは。すいません、口笛だったね、はい、ということはカップを使ってるわけだね。そうですね、そうです、あんまり気が合わないです、ね、まだ気が合わないです。まあなんかあのちょっともういい感じですよ、ブルーな、うん、いい感じな、はい、うん、はい、明日の大文字を見られへんのが残念やと言ってはった。おばあちゃんよ、さよなら。おじいちゃんの腰が悪いのではよ帰ってあげなあかんと言ってたおばあちゃん、お元気で。ここで吹くか、まあね、ここでは吹かなくても良い場面だったね。そうだよね、ここで吹くかね。思いのだけ気が乗ったら吹いてるからね。乗ってきたんだろうね、ここで。乗ってきたんだね。これ夜中に録音してると思うんだ。声の感じ。声の感じとか、声の感じもね。遠慮がちやね。ちょっと遠慮がちな。お元気で。
ばあちゃんよ、お元気で。おばあちゃんよ、お元気で。セブンスアルバムポカポカジュンズバイブルよりおばあちゃんお元気ででした、うん、はい、こんなもう爆弾違いますよだからうん、ホラー映画でもそういう映画でもね、前触れは何気なく始まるもんなんですよ、幸せなキャンプ、幸せなキャンプしてた、楽しいキャンプで、うん、楽しいキャンプしたらいきなりザーッとこうクリスタルレイクからジェイソンが現れる的な、うん、なるほど、はい、うん、これは普通の歌です、普通の歌です、お坊ちゃんおばあちゃんを思う三浦君の気持ちがよく分かって、はい、とてもいい歌だと思いましたぐらいな、五十丸みたいな、五十丸みたいな、はい、だみんなの歌とかでなんかね、そうですね、アニメ、みんなの歌好きだね、この間からみんなの歌どうせんだもんね、ありますよね。ラコーのロックンロール以来この頃にアルバムを発表してた時に、うん、そのエツロー君から一言をね、アドバイスっていうか、ショッキングな発言を一回いただいたことあって、それはライナーには書いてませんでしたけど、ジュンちゃんの歌はユースホステルで歌うような歌だって書いてあったんですよ、で俺はすごいそこにショックを受けて、そのみんなが集った時に楽しく歌ったり、でそこにはロックがないっていうことだったと思うんですよ、で僕はそういうなんかみんなの歌で歌えるような歌をね、作ってきてみんなに愛されようとしてたけど、それじゃいかんと、もっと個人に変えるべきだと、もっと個に変えるべきだと思ってこのアルバムを作ったんですよ、でこれが多分最後に自分がここに帰る感じなんですけどね、はい、じゃあみんなの歌きの最後、最後ですね、はい、誰もカラオケで歌わないだろうっていう曲をこそ俺の歌だっていうことでしょうね、これは間違いなく皆さん、はい、みんなのおばあちゃんがみんなに住んだはるわけちゃうからね、ないですからね、そうですね、なるほどね、この頃釜谷津博士さんのほら、弘前のおばあちゃん、はいはいはい、なんか割とおばあちゃんの歌を歌う、歌うことが流行りましたね、流行りましたね、で見つけたところうちにもおばあちゃんがいたということでやったね、あれだよね、なんかほら僕らって別に親とも特に対立してなかったんだけど、ね、こう一泊置いたおじいちゃん、おばあちゃんの方がより素直に受け入れやすかったんだよね、安かった、安かったですね、そうですそうです、直接こう対立する必要はなかったからね、はいはいはい、そうですね、でそこに優しさをぶつけてた、ぶつけてたっていうことだよね、ね、うん、はい、ということでおばあさんお元気でございました、はいはい、さあじゃあ2曲目いきたいと思います、さあ始まるでしょ、タイトルの方がですね、はい、滝瀬明美が三浦純に与えた大いなる影響、ほらもう題名からしてダメやん、これ拓郎でしょ、拓郎が純ちゃんが与え、純ちゃんが吉田拓郎に与えた大いなる影響っていう曲ありました、ありましたね、それはボブ・ディランのハッティ・キャロの悲しい詩っていう、メロディーに拓郎さんが、自分の失恋のことを歌った曲だったんですよ、でいつか作らなきゃなんないと思ってたところ、失恋をしました、今までずっとその手もつないでなかったり、エッチもしてないことで、付き合ってないんじゃないかと、言われていた滝沢あげめちゃんに、僕は付き合ってたつもりだったから、旅行沖ノ島から帰ってきた時に、うちのおかんが、女の子から電話があったと、でこっちはものすごい嬉しかったわけです、あっちからかけてくることはほとんどなかったですから、すごい嬉しかって、こっちから思わず電話したところ、友達になろうと、もうあんまり電話かけてきてほしくないみたいなことになっちゃって、なんで？わかんない男できたんかい向こうに、わかんないんだけど、自分がトンチンカンなカセット送ったり、トンチンカンな手紙を沖ノ島からバンバン送ってた沖ノ島からね、だからそれだ、それだ、だから今山田さんとか森田君とか森本ちゃんちやってることを一人に集約してましたから、この頃それはたまらんよ、たまらんでしょ、あけみちゃんも今これ分散してるからまだいいでしょまだなんとか来ないってないけどこれが一人に来たらこの時期はね、この人が一心に背負ってたわけですよ、ましてまだ10代の少女もちろん
30代の少女が荷が重いね。荷が重いでしょ。暴力ですね。暴力でしょ。暴力です。今ならほらまだこういうことがおかしいとかっていうセンスがあるでしょ。はいはいはい、まだまだ大人になれば、この頃ないですからね。うんうん、本当にあの言葉はなかったんですけど、ストーカーみたいなっていうことだよね。完全に相手は付き合ってると思い込んでる男から、バンバンこう手紙は来るわ、カセットが送りつけられてくるわ。君のために作った曲です聴いてくださいみたいな、こっちはいい調子で送ってるから、それでもう嫌になったんでしょうね。なるね。それノイドセになるよ。相手がノイドセだよ。言ってますよね。これで僕ははっきりした言葉で言われたんですよ、もうやめてくれ、やめてくれっていうか別れましょうってことでしょう。お別れあの僕はほらあの今日あの旅行行ってた帰ってきたとか電話してたから、もういいと、もうこいつの声聞きたくないっていうところまで頂点に達したんでしょうね。多分ね、封も切ってないと思います。途中からね、もうまただと。でも越郎くんはあんなに僕のことを受け止めてくれてるわけじゃないですか。これと同じ気持ちを彼女にぶつければ、モテモテになるはずだったんですよ、俺の作戦。越郎くんだからです。越郎くんだから、これそれ童貞の時に陥りがちな過ちだからね。過ちなんですよ、童貞の暴力だからね、一種のね。純粋という名を借りた暴力だから。そうね、でも今でも大人になっても、女は分かってくれないってことがあるじゃないですか。男なら分かってくれるっていうことだったんですね。そういうことだったんだね。だから女の人と男の人を同じだと勘違いしてたんですよね、僕はね。勘違いしてた。全くこういう作戦でやれば二人は仲良くなっていくはずだと思ったところ、もういらないと、やめてくれとかいうことが出た夜、なるほどね、夜、もうこの日は落ち込んでもうものすごいダメだったんですけど、だからこれ1ヶ月かかったんですよ、立ち直るのに。立ち直るのに1ヶ月かかった。僕はもうこの歌を歌うまでに1ヶ月近く落ち込んでたんですよ。で工業デザインかなんか分かんないけど、こう図工の時間に作った、あの本棚があったんですよ、あの机の上に置く小さい本棚、あれをまあ通信からでその時もうちょっとやめてましたけど、腕でこう俺の政権好きでバリバリに割ったりっていうのを今思い出しましたね。今思い出した。うわーとか言ったりする、規制も発したりもして、おかんから大丈夫かっていう注意も受けております。もうどうかしちゃったんですね。僕は歌の中で恋をして歌の中で成就したりしてたんだけど、現実に断られたっていうのは初めてだったんですよ。相当ショックで、1ヶ月近くギターも手に取ることもできず、何してたん？学校始まってるやん。オナニーだと思うけど。主にギターのネックをオナニー持ち替えてるんだけど、俺のギターに持ち替えてそれはやってたと思うけど、もう抜け殻のような、この子がいたから僕は歌を作ってたわけで、誰に向けてっていうことになるわけですよ。だから越郎くんのあのセンスを通してこの子を越郎くんの体の中に埋め込んでたわけですから。なるほど、ね、越郎くんを女に仕立ててっていうのはこの明美ちゃんのことでしたから。明美ちゃんを仕立てて、越郎くんも迷惑やり、いろんな人に迷惑かけてすいません、もう本当にもう今すいませんの一言ですけど、でやっと1ヶ月後に立ち直ろうと思って、書いてみました、詩を。はいはいはい。ね、でちょっとさ、これあのライナー見てください、これこれこれさ、この詩の量、これすごいっすよ、ごっつごとなってるよ。はい、で1枚2枚3枚4枚5枚に当たってます。22分40秒で書いたんだけども、はい、22分40秒これから始まってしまいます。はい、これ何、明美ちゃんに迷惑かけて、越郎君に迷惑かけて、はい、そして今我々に迷惑かけようと全世界にね。そうです、全世界。しかもそのブロードバンドに乗せて、そうですよ。もうね、迷惑の、これが最後です。これはもう最後です。そう、もういくらこれから何かあっていろんなことがあっても歌は二度と作りませんので、こういう長い曲は。はい、これちょっとここ長いよこれ。僕も長いですよ。これ ELP のタルカスと同じくらい長いよこれ。もうプログレー、プログレーでしょこれ。プログレーだったらいろんな楽器が入ってきますけど、ギター一本でございます。大丈夫でしょうかこれ。僕当時から聴いておりません、これは。封をしてた音源がついについに封印が解かれる。秘物解消です、これ今日は出ます。あら、大変なとこに似合わせてしまったね。この番組の趣旨通りですね、これノーカットで。そうだね、しょうがないですね。全曲聴いていただきたいと思ってる人でございます。22分40秒これが確保してきて、商談でもまとまる時間ですよ。まとまってるよ、商談まとまりますね。ちょっと商談まとまりますよこれ。はい、ありがとうございます。三浦淳で、滝瀬明美が三浦淳に与えた大いなる影響、失恋の歌。よろしくお願いします。
楽しかった。いきなり始まった。長いよね。これは。二人は他人となってゆくのです。考え方が。考え方が違うなって言われたっぽく考え方ね、問題じゃないよね。これはだからみんなのために作ってるわけじゃないから、うん、嘘は書いてないと思います。これはいつもあんだけ嘘を書くのにあんだけ2枚目ばっかりするのにこれはもう何もないです。嘘やいきなり俺の恋はいつもこうだから、まあそれは自分では嘘じゃないんですけどね。振られてやん、殴られたんです。嘘でてしまった。どうしたにしろじゃないよ、振られたんだよ。当時そんなこと言われたら俺死んでたと思う。もう必死で生き残ろうとしてたよ。生き残り戦術だな俺は。なんだろう、もともと俺は一人っ子甘い子さ。一人っ子のせいにし始めたぞ。何かのせいにしたいんですよ。この夏休み。これずっとこの調子でいくんですか。あの盛り上がりも何もないですよ。どうもそうみたいだね。ずっとこの調子だね。堂々とか大阪で生まれた女みたいなことになってきたね。今やった3番ですか。今まだ3番。これそういう風に考えていいわけだね。トラブルだったら何曲かに分けますよ、ね。うん、あの途中で分けてるんですよ。あの歌詞カードがもう読めなくなっちゃって、途中で止めてはまた始めてますから、はい、3回ぐらいその部分プツプツ切れてると思う。繋いでる、繋いでます。4番ですね。男と女がドラマを演じることなんだ。みんながみんな主役に収まってさ、いつでもヒーローは分かっていく。この夜中でしょ、夜中歌ってますね。仕事の楽しさゆえに失うことの悩みは大きい。気ままに遊び、気ままに恋する、そんな理想はそんな理想だったんだ。もう消えた。俺は好きだったよ、君が好きだった。あ、今となっては遅いんだね。もうこんな気持ちが分かる人がインターネットでこの頃知り合ってたら、俺はもう車の中で自殺してるわ。本当に甘かったんですよね。ジュリエットだった君は。あ、ロメとジュリエットを見てた。ライブファイティングの映画ね。煙が俺の部屋いっぱい、セブンスターが目に染みるよ、マッチとタバコが机の上に火をつけよう。最後のタバコに死刑宣告じゃないんだからね。一本どうだみたいな。明日は普段の俺なのに。これ俺ハーモニカも口笛も出てきます。もうないですよ、何にもない、もうエンティーですよ。酒でも飲んで暴れましょう。男はいいな出たからここで、ね、男は分かってくれると。複雑極まりない、でも色っぽいということはいいことですね。俺のことをかわいそうだなんて言わないです。良い人だ俺は。誰かに言われたんですか。いや言われてないでしょ。噂なんて言わないでくれと言わないでくれでもね、うん、ガタガタだった。彼女の習慣も期末もねガタガタだったんですよ。人のせいですよ。いや失恋だったからですよ。ガタガタだったんですよ。勉学の虫だと
言われる人を恨んでるでしょう。何のための勉強なのかさっぱりわからん。今日まで明日からの俺セックスしてもはやくしてこれは変わってないよね。変わってないね。三浦純遊び友達毎晩俺のベッドにキスしてあれして笑おう。本音出てるね。今日もさまよう街角ねえお嬢童貞節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 青島由紀夫さんって童貞節みたいなね。女心はどうなっているやらさっぱりわからぬ今の俺です。楽しんでるようで嫌がっていた言われたんだろうね。楽しくなかったって言われたんだろう。嫌やったと。嫌やったんだろうね。そんなのあれは言ってくれよって言ったことだよね。こっちからしたらこっちからしたら本当にもうその見るだけだと思ってそうなの。優しかったんだよね。相手は我慢してたんだよね。辛抱たまらない辛抱たまらなかったんだろうね。毎日手紙来てるこれからの俺は深夜放送聞いてラブレターなどを読んでいたならすぐにスイッチを切るだろう。これからの君は安らかに眠れるね。眠らせてなかった。眠らせない俺の愛情で眠らせなかったな。この手紙も全て今より君の前よりそうだ全て消えてしまったもの。消したかったものですからね。消したかったもんですな。旅に出るなら海が見える町へ朝もやが出てさ何言ってるのどかな日々いつしか俺を君は見るだろう。どんな俺を見つけるだろう。まあ今はこの風を聞いてる状態だよね。いつか見るっていうことは、うん、そういうことだね。いつしか君を俺は見るだろう。もうどうでもいいんだよねメロディーが。見つけるはけ口を見つけたいんだよ ね、 そうだよね。もう技巧とかないもんないよね。はい、やっぱ3分の1過ぎたくらいよく話したもんだそんな感じ半分言ってないですよ。バカな話だった俺がいつもコーヒーでそんないいじゃん。君がいつもレモンスカッシュだった市場のサテンでよく言ったもんだ。あ、他人の君と、あ、一人の俺が。一人の俺がだね。あ、止まった。わめき。全部投げ入れるから。世間で歌い。ハート1。バカ。誰か好きな曲。ハート1が終わりました。まずは13番まで。みんな、サインを知ってほしかった。女は悪魔始まった始まった男の敵さ怒ってる怒ってるそんなこと言ってみても女の子はやっぱりいいなどっちやれ知らないはっきりせよビールでも飲んでビールまだ飲めないっすよ俺グデングデンが出たそうだ友達呼んでさどんちゃんさどんちゃんさどんちゃんさワイダンでもしてさワイダン夜を明かそうみんな友達お友達でも友が去って酔いが覚めた時
まだ寂しい俺を見ることだろう。翔平だねこいつ。閉めた窓を全開にしようや。俺の叫びが出てゆくだろう。涼しい風が頬を流れる。明日は晴れるさ。星も出てらん。天気予報官になろう。ベテラーだけど。俺にとってみれば、あ、涙の雫に見えてしまうんだ。君の名前はで始まり、別れましょうで終わった恋、さよならだけが人生だなんて言ってた人が分かる気がする。そうだそうです、そうなんですね、別れることが結末なんだ。今だったら飲み屋に呼びつけて説教だなこいつは。ただなんとなく説教するのも難しいよこれ。何難儀な童貞こじれてるやろ。童貞キングだからね。青春の一瞬が消えてゆく。10個ぐらいしか言葉持ってないからね。駆使してるから青春の旅とか風よ。悩むのも青春さ。だいたい半分ぐらい。今半分ぐらい。する。悩むことを取り去ってしまおう。そこには何があるのだろう。松井だったらホームラン2本ぐらい打ってんな、この間に。今度こじゃないよ。一度猛打賞だよ、もうこの間に。誰なんだ、自分を探してる。恋をして、ああ、振られることが人生だなんて辛いね。男はこうだ。こうでなくてはそんな法律はないんです。だから俺も今のままで。わけわからんよ言ってることが。もう不滅ってやってるね。されないな。さしずめ俺は。さしずめを持ってくるのか。さしずめイサオじゃないんだから。日陰者です、ヤクザ者です。こんなヤクザいないわ。写真をください、君の写真を。いつまで経っても送れなかった。だってどんなことに使えるかわからないよね。そうだ、ちょっと怖がってた。怖がってね、怯えてたねこれね。いつしか俺がショートカットに出てロングエアにしてくれって言っても伸ばしてないと思うんだよね。してくれよ。これストーンファー自体は時間でロングエアの期間があったんですか。これですか、彼女にして半年ぐらいじゃないですかね。半年ぐらい、はい。まあ、このアルバム作るぐらいからドーッと来てますから。恋と歌は同時進行ぐらいじゃないですかね。カセット始まったのこれ、ひょっとしてついにここストーカーの劇場をとどしてるよ。君の部屋に忍び込んで果てた無理やりにでも。本当だ、キスしてやりたい。無理やりにでもキスしてやりたい。やばいな、ストーカー宣言だよ。味の外部も全てないよ。裸の俺さ、本当の俺さ。動物じゃん俺じゃ。友達に過ぎですよ。女の子を紹介
してうまくいってるとのこと、そうかいよかったね手でも握れや笑っている俺です。寿司でもどのかこうピザ屋の出番だよねこれ。はいと答えていた俺だった本当だね、この時間の有効な使い方かける前に寿司とくるんだね頼んどきゃな。ピザなら来てますよ、ね、ピザも間違いなく来てるね、来てる、返事が来て飛び上がる。でもでも一日来たんだね、来たんだね一回ぐらいはね、一回ぐらいはそれがいかんかったね、あけみちゃんも彼女の手紙中途半端な優しさは罪だよね。本当本当本当だ本当だ、童貞にね、童貞には酷だよね、女の子の方が大人だからね、あの頃はね、やっぱあつは罪だわ、気の毒だこいつ憧れもして、気の毒な恋もして、失恋をして、相当気の毒だよこれ、22分歌ってる男が誰か語ろう、ビールを飲みながらビール飲めんじゃん、そうだよね、飲まないよねビール、そういえば今度のデートはどこにしようなんていう悩みはもういらない、当時一体二条城行ってたから、ね、考えた末悩んだ末そこ行ってたから、二条城の行ってた、二年終われば三年になる、三年になりゃ何でもいいから何回歌ってなかったんだな、間を埋めたかったんだよな、黙ったらもう白くなるんだよね、止まると死ぬのじゃ状態ですね、止まると死ぬのじゃ、それまでにはこの世の中のでかいテーマにうなすをつけようとしてるわ、知ってしまうでしょう愛はいつも過ちに満ち、愛はいつも涙で終わる、上村かその同棲時代の詩だねこれ、愛や涙の隅か、将来ああいう同棲時代する設定だったんだよね、俺はね、あきみちゃんとね、あきみちゃんと生きられるか、バカ野郎入ってくれるか、どうせバカ野郎と別れる男と、もうすべての男と女が別れてしまえと言ってるね、もうこれから、あ、もう間で行く、つないだつないだ、何や13番ごとぐらいつないだ、そうですね、多分歌詞カードを裏表に書いてるからめくらなきゃなんないんだと思うな、ここでそして人から、あいつはいいやつだ、話のわかるやつだと言ってもらおう、一人が寂しくて泣きたい俺さ、二人が嫌で一人になりたい、まあ主にオナニーの時だったけどねそれは栗田ひろみが、そうだその前栗田ひろみの色だったと思う、これアイドルだったからね、君が消えて、どこでも一方的なあれですよね、もちろん、まあ、グラビアの恋だね俺のあいつも、いいさ新たな犠牲者が自然の女の子に、あの子カバン持ってくれた子、親切な女の子、親切にしてくれた、あの子だと思ってるの忘れないからね、親切があだになるってことがあるね、ふやけた頭にはこれでちょうどいいのかな、アタックなんてできてたらこんなことならないんだって、一回見たことないもんなこと、明日を美しく、明日よりもなお朝あてを美しく生きたい、もうちょっともうちょっと、でもこの世の中あまりに矛盾が
多すぎる全て金さ世界は動いてるんだよ落ち着ける場所もないじゃないもう泣きそうだからねごめんねもう泣いてるんだろ世間を離れ泣いてますか泣いてますね遠い世界に旅に出ようよ出たね遠い世界に一つの赤い風船一つの赤い風船出たいな世間は離れられないだろ海が見える綺麗な山を自然を定年した親父の話じゃない自給自足じゃんこの音楽あとっても可愛いとっても気が利くこの時からずっと思ってんだ京都女の子は気がきついと思ってんだねきつくなるじゃんめちゃめちゃ優しいガシンね前に絶対してるわねうまくいかないとはと思うんでね車に怒られてるよ俺めぐり合う俺手を振る俺さよならだけの言葉を持って人生のすべてはさよならなんだああ手を振ることがああすべてなんだそれは。お、感想入った。お、入ったね。一息ついたね。一息ついた。気がするからかな。やっぱりちゃんとジュゲームがもうそろそろ完成するからね。恋と名のつく全てのものはやっぱり男と女なんだ。何言ってる意味わかんないではさよならひっときの彼女は論の世話が似合うよ君なんかこいつこいつあるかはい三浦純セブンスアルバムポッカポカジュンズバイブルより滝瀬明美が三浦純に与えた大いなる影響失恋の歌でした。ああ、お疲れ様でした。いやあ、終わったねー。22分。22分。30秒やったっけ？40秒です。40秒。はい。32番。はい。プラスエンディング。32番。エンディングだけちょっと曲調変えました。飽きちゃならないと思ってそれもう飽きてるよこんな曲ねストリートで歌ってたらねもう朝になるよもう誰もいないよ前にいない、ね、誰もいないよすごいなよかったねでも音楽があってよかった ね僕音楽があってよかったんです素晴らしいね音楽素晴らしいですよ音楽が素晴らしいでも音楽で迷惑をかけたことも確かなんですよだからどっちもどっちもですよね音楽っていうのはねモロハの件ですねモロハの件ですねそうですよねああってまあ本当はこの番組ここで終わってもいいぐらいのもう体感出ましたねこれ本当にねグランドフィナーレって感じですねどーっと疲れましたけどどーっと疲れたそして久々に聞いてみていやーいやー予想以上でしたねやっぱりね今やっぱり立ち直ってるってことが今分かりましたこの病気から、僕あの一応青春のエロスだ、うん、俺はなんて言って、原稿に書いたりしてましたけど、治ってるわこれ。よかった。もう治ってる。これが本当なら青春のエロスなんか、これは早く治した方が よろしいでしょう。そうだよね。相当重症ですよね。重症でしたね。保険効きそうですもんね。これ。でも、うん、ある意味この童貞のおちでさ、はい、その青春のエロで症状が全部出てるよね全部出ます、うんうん、そういう意味では名曲と言えなくもない よ, ないですよ、ねうん、でも5番ぐらいまでで十分だけどね、まあねうん、童貞組曲って感じ童貞組曲って感じだよね、うん、そこ
こでまた自分で童貞組曲っていうタイトルをつけられればね、うん、全然立ち直ることができたんだけど、まあ、その大いなる影響なんて言っちゃってみたいな、その2枚目気取りがまた病たるゆえんだよ ね、 そ、 だね、それがまた病気をこじ出すんだよ ね、 そ、 だね、その自意識が、そうなんだ、病気ついてないですからね、そうなんですよね、恐ろしかったですね。あ、うん、さあ皆さんの心でどのようにこれが響いて、響いて、いや使うばっかり、このぐらいこじれてないと、うん、三浦さんのようにはなれないってことだよ。そうですね、僕、ね、こんだけこじらしてきましたから、うん、こんなことになってしまいましたね、うん、今ね、やれったってできないよ、できないできない、もうやらないですね、32番まで歌えないでしょ、歌えない、歌えないです ね、 ね、うん、驚きました、すごいこの男、はい、はいはい、ということで、ね、お疲れ様でございました、はい、さあまだございますからね、そうだそうだ、はい、じゃあ A 面3曲目つきちゃったけどね、もう本当につけました、ね、A 面3曲目ですね、俺は寂しい方法、あ、これボブ・ディランの、はい、はい、作品なんですけども、作詞を、はい、あ、作曲は俺がしたんですか、作曲をしてるんですか、作詞ボブ・ディラン、訳詞片桐ゆずです新しいパターンいきますね、新しいパ、新しいコラボだ、はい、あ、オンリーやホーボーって曲あるんですけども、はい、それ を勝手に歌ったんじゃないですかね、作曲とは名ばかりで、そのまんまだ、そのまんまだったと思いますね、なるほどね、はい、はい、じゃあそれがどんな感じか聞いていきたいと思います、はい、三浦純で俺は寂しいホーボー、俺は寂しいホーボー、家族や友達もなく、離島の暮らしが始まるところで俺の暮らしは終わるのさ、賄賂を使ったり脅したり騙したりした、小じき以外のことなら何でも年季が入ってる、作曲は俺がしたのかもしれないしね、これ勝手につけたのもね、一時景気の良い時があって足りないものは何もなかった、全然心に響かない歌ですね、これもうさっきの聞くとねさっきでもう一回出し切っちゃってるから ね、 や、 ねやっぱり歯磨き粉のチューブでも最後まで出し切るともうスカッといってるんですよね、もう、もう、もう新しく始まってますね、これね、カバーでもしようかと、そうですね、俺は寂しい方法、家族や友達もなく、人の暮らしが始まるところで俺の暮らしは終わるのさ、B 面の最後とかに、ね、うん、そんな余裕すらなかったんですよね、構成考えてないね、構成を全く考えてないですね、親切な紳士宿女の皆さん、すぐに親は消えるだろう、いなくなる前に一言警告しておきたい、ケチな妬みはやめて、人の掟に縛られず生きな、そして自分自身の判断を持ちな、そうしないと道で行き倒れになるよ俺は寂しい方法、板についてない言葉を使ってる感じですね、人の暮らしが始まるところで俺の暮らしは終わるのさ、魂の叫びを聞いてしまう、ね、うん、もう滑りだ ね、まあ、ポップスって感じだね、これは魂が始まるのさ、まあでもあれにまたあれよりも怖いの来たら怖いでしょ、もういいでしょ、もう、もう1日2回はきついよきついでしょ、1日1回ですね、あれは、いや月1回ぐらいにはい、三浦純セブンスアルバムポカポカジュンズバイブルより俺は寂しい方法でした、あれだ、ちょっとこの日本語の訳詞に合うような感じに曲をちょっと、そうですね、片桐流さんの訳詞に合うような感じに作ってみましたっていう感じなんでしょうね、なんともないことですわ、全然寂しくないよ、さっきの寂しさに比べればね、寂しさってああいうことだよ、本当の寂しさってああいうことですよね、ああいうことだよ、ね、うん、人に喋っても聞いてももらえないようなことが本当に寂しいんだもんね、共感してもらえないんだもんね、そういうこと、そういうこと、人に喋ると迷惑かけるのが本当の寂しさだもんね、なるほどね、そうですわ、はい、ということでまして4曲目、これ A 面最後になります、はい、A 面4曲しかやってませんのでね、はい、オリーブソングと、はいはい、またね、ここで新たな恋をするわけですよ、あ、またもうかい、もう始めました、俺は、沖ノ島に行ったところ、
本名知らないんですが、その島ではオリーブって呼ばれてる。これ女の子の名前だ。オリーブはポパイとオリーブの。オリーブだ。あのオリーブなんですか。あのオリーブ。であのちょっと痩せてて、はいはいはい、あのオリーブ似てるっていうことで、その島ではオリーブって呼ばれてたんですよ。その人、はい、島の人じゃないんですけど、まあ毎年夏になると沖ノ島やってきて、そのユースホステルでオリーブという名前で、あだ名で呼ばれたし、で確かにポパイっていう人もいたんですよ、で付き合ってんだろうと僕は思ってたんで、ポパイとオリーブが、まあなんか一緒に仲良くしてたりしてたから、あこれは僕に関係ないことだと思ってたところ、なんか割と僕にも親切にしてもらったり、なんかいろいろ一人で港のとこで泣いてるオリーブを見かけちゃったりとかして、あこれは恋だと。おちょ待てよ。なんで順序が逆ちゃうんかい。なんでそれで、沖ノ島が帰ってきてからあけみちゃんに振られて、さっきのざまでしょ。さっきのざまはやめてざまやめて。さっきのざまでしょ。ざまね。でこれはその前じゃん。あけみちゃんに振られる前にオリーブにもう恋してたの。そうだね。振られて当然だよ。そんなやつ、いや恋してたわけじゃなくて、そのあけみちゃんはメインだったんだけど、この曲ももう作られてたのよ、その陽気な気持ちで。でもしょうがなく先に事件が来ちゃったんですよ、で明美ちゃんのフライの話を歌っといて、これは別に恋したわけじゃなくて、ちょっと気になる、気になるぐらいなんですよ、で年上の方でしたから、大学生だったか OL だったか忘れましたけど、僕より多分4つぐらいは上だったと思います、でももちろんそんな恋に成り立たないと、僕年上の人なんてもともと読めませんでした、そんな人の気持ちは、同い年でも読めないんで、上の人なんて全然読めませんから、あ、なんか、あいいお姉さんだなって僕は思ってたんですよ。で、それで作ってみて、この人にカセットを送りました。送りましたね、これ。まあ、それからまたちょっとした事件が起こるんですけどね。それはまた別の。それはまた後のお楽しみに。はい、ということで聞いていきたいと思います。三浦純でオリーブソング。立ちなって立ちなって思う。ケラケラケラと実によく笑う夏の風に。録音準備かさっきの後でしょうね。前後できないもんね。だからあそこまで出演の歌取っといて、1ヶ月ぐらいほっといたもんね。そうだね。もうやる気なくて。9月中に。多分そうですね。セラセラセラとセラセラと文学的な珍しい表現だね。ひと月遅れの七夕の日、僕は今年も空を見てた。セブンスアルバムポカポカジュンズバイブルよりオリーブソングでした、はい、このオリーブっていう人は何で毎年来てたんだろうね、なんかねやっぱりあの頃ちょっとヒッピーみたいな人もちょっと残ってて、でその島に行く人って、
ちょっとヒッピー崩れみたいな人だったんですよ、うん、でその女の子もなんか俺は初めて会った時は、うんフリーセックスの人だと思ってたんですよまた思ったんですよだってヒッピーはフリーセックスしてるって書いてあったから何にいや万丈みたいな物の本にね物の本にねでこの子はえーとか言って、うん、俺の肩叩いたり、うん、こうボディーランゲージがあるんですよ、うん、握手したりなんかそんなこと一時フリーセックスと思われてたらそうだよそれでは本当はフリーセックスの人に違いないと思ってたんだけど、うん年上だし、うん、怖いしそんなの、うんうん、でちょっと憧れて、うん、この子と会ってほんで7月、うん、1月遅れっていうのは沖ノ島って、うん、七夕がね8月にあるんですよへーあーそうなんだ1ヶ月遅れでやるんですよ、はい、でその島で、うん、満天の星を見て、うん、また来年も会おうねこの島でっていう、うん、この島だけの約束みたいなのがキューンと来ちゃって、はいはいうん、でこう手を振って船送りに行ったりして、うんうん後にこの人が大阪の人だったんですよ、うん、僕今でもちょっと一回会ってみたいんですけど、うん、大阪の人で一回ね、うん、電話かかってきて、うん、土曜日だったと思うんですけど、うん、で遊びに行くって言って来たんですよ、うん、うちの家に、うん、うちの家に女の子が来るなんていうことは、うん、もう爆弾が落ちたみたいなことですから、うん、もううちのおかんと親父もえらいことになってるわけですよ、うん、それもちょっと年上の人だと、うん、でずっとおられて夕方も過ぎて、うん、どうするのかなと思ったらいや泊まりたいっていう話になったんですよこの人かいこの人がおかんが心配したえ皆さんのことおかんが心配したおかんは 2,3 回心配してるけどどないすんねやこの人この人この人どないすんねやあの人どないすんねやよしこがどないすんねやどないすんねよしこがまあ明日休みだけど、うん、どないすんねんどないすんねん、うん、いや分からへんもう家も分からないからどないすんねん分からへんどないすんねんって、うん、いやーとかって言ってたんだけど、うん、もう怖くなっちゃって、うん、友達に電話して、うんどこかなんか泊まるホテルとか探してくれへんって言って友達がどっか連れて行ったんだわかんないんだどこ行ったのか友達はやってもらってるのかないやー俺の友達は童貞図だったからそんなことはないと思うそんな解消はないでもこの子は泊まるつもりで来たんだ、うん、本当にフリーセックスの人本当にフリーセックスわかんないんだけど内心は宗教の人がどっちかいやそこで俺が今だったら、うん、よあじゃあどっか泊まり行こうかぐらい行って外に出ないのに、うん、もう家で泊めるってことしか考えてないからもうそんな外に泊まるとこがあるなんて知らないからどうしようっていうことで、うん、それ以来会ってないのかもしれないそれからもう来なくなっちゃったんだよね突然来た日があったんですよで今考えてみれば、うん、ねその人ももう結構20歳ぐらいですから、はいうん、そんなつもりだったかもしれないしさ、ね惜しいことをまたここでも逃してるなって思ったり、ね、でも父謎だよね急に泣いててみたり突然家に来てみたりだそこがフリーセックスラーのゆえんかなって僕は、うん、勝手に朝フリーセックスって思ってたんだけど、ね、俺はやらなくて正解だったと思うよオリーブとはオリーブとはねありがとうございますありがとうございます正解ありがとう正解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 よかった結果大台本当どうですよ元の方も今はもう50ぐらいでしょうんああそうですね、どうなってられるのかっていうのはもっと知りたいですけどね、うん、俺じゃあ、はい、私がオリーブじゃないかという人はですね名乗り出てもらえへんどんな人が私オリーブだったオリーブを探せオリーブじゃないかっていう、うん、なんかキーワード1個言ってもらえればすぐにあ本当だって分かりますからそうですね、うんうん、メールでも何でもはいなと思ったようでございます、はい、ということでですね、はい、今回4曲しか聴いてないのにもう時間を時間かかるかだよお腹いっぱいですね。なんかもう本当に2曲目以降はもうなんかどーっと疲れちゃって、ね、これあれだよね、このおばあちゃんを元気でを撮った後に、はいうん、あけみちゃんのあれがあって、うん、でこのなんやだいう寂しいボボちゃちゃちゃやつまでの間に1ヶ月ぐらいあるね、うん、開けたね、失礼の歌から1ヶ月開けてるね、1ヶ月開けて開いてるね、これは、うん、もう本当になんかこう創作意欲を失ったというか、うん、あもう悲しかったんでしょう。だからかなり時間はかかってるんだね。いやこのアルバムはかかりましたね。体操チームって。はい、すごく。はい。しかしね、すごかった。すごかったです。はい。ということで、B 面はこれどうなることか。まあ、ね、俺今までもう、まあ大丈夫でしょ。もう大丈夫です。童貞っていいねとか言ってたけどさ、うかつなことは言えないね。いや、童貞は、童貞は難儀だ。童貞を指導していくのは大変ですよ、これからの日本。よろしくお願いしますよ、小泉さん。はい、ということでございまして、ミュラジのパゼフォーク、今回はセブンスアルバムのポカポカジュンチャンズ、あ、すいません、ポカポカジュンズバイブルですね、ジュンズバイブルの A 面、これをお送りした。
いたしました。はい、どうもありがとうございました。どうも。